俺多分当時はね、本当にああゾンさんこけたんだって思ってなかったですよ。もう本当俺本当もう必死だったから。俺はあ助かったなと思ってた。ほら本当に。泣きながら抱き合った覚えは、うん、そうだね。だゾウさんとかもなんか俺なんか抱き合った覚えはありますよ。うん、そうそうそう。燃え尽き症候群的なやつですか、その韓国戦。うん、だから難しい。そう、試合だったと、うん、やっぱ選手は素直だからピッチだったら勝ちたいですよ。もちろんもちろん。前園真聖のおじさんだけど遊んでもいいですか。今日はどちらに来ましたか。ここは浜松ですね。久しぶりに来たかもしれないです。あの前回前園さんが、はい、あのジョホールバル の、うん、あの対談をした時に、はい、何もないとおっしゃっていた浜松です。いや別に何もないっていうかその出ることがないからね。その試合で来ても全くホテルに北澤さんに少しだけ怒られた切れられましたけどねまああるよっつって、はい、で今日なんですけども、はい、これまでこうアトランタ五輪 の、 あの方たちとこう同窓会のように、はい、いろいろ会ってきましたが、はい、今回も、はい、アトランタ五輪の方に、はいはい、来ていただいております。はいはい、ちなみに今日の方は前園さんからしたらどんな方ですか。同級生もいれば後輩もいてオリンピックで一緒に戦った戦友というかそういうイメージですね。じゃあいつものこうタイトルコールで、はい、同い年って方は呼べますもんね。ああそうそうそう、はい、それなりに年齢もね、はい、僕含めて同じぐらいなんで、はい、はい、せーのおじさーん。はいこんにちはおじさんじゃねえもんねでもねいやもうだっておじさん50だもん、はい、もうなったなったとなった。じゃあ俺もうすぐ50ですから。だからハットとは同級生 で、 でマコは、まあ、そうですね48だから31、ね、学年でいうとね、はい、3年の時の高校1年だから、はい、まあもう3ですよ、まあね、否定できないよタイトル、ね、だってあの頃だって23だから、うん、俺とハットが上で。どれぐらいぶりですかこうやってお会いするのは。僕は本当ゾーンさんと、うん、もう試合で会うぐらいだったんで、うん、30年ちょっとなりますよね。いや本当そう、プライベートだから会ってないですよね。だから僕は画面でテレビの画面で見ますけど会ってないですよね。会ってない。だってまあ、うん、この2人は基本的に、まあ、サッカーの現場にいるじゃない、うん、だから俺現場にいないからほぼそうですね。他の人ともほぼ合わないんですよ、うん、特に現場にいる人たちは合わない、うん、忙しいじゃないですか坊さんもね。まあそのたあれが違うもんね、はい、その動いてるスケジュールが。ルーさんにとってかっこいいとは。ベリーディフィカルトなクエスチョンなんだけど、ワンワードでスピークするとノーギブアップってことかな。中身がないって。髪の毛はあるよ。ウルトラ育毛剤チャップアップ。前回まあ、テルと白井来てくれたでしょ。テルはなんか逆に言うと僕はほらインタビューする立場で、コロナの前ぐらい3年ぐらい前にわーってインタビューさせてもらったぐらいで、白井なんてもうだからそれこそマコと一緒ぐらいもうだいぶ会ってなかったりして。ゾウさんサッカー現場にも来ないですもんね来ないじゃなくてサッカー現場の仕事がないだけなんですよ別に来ないじゃ断ってるじゃないですか。断ってはないですよ。来ないんですよ。来ないから行ってないだけで、たまに地方のそれこそこの前アビスパでたまに呼んでもらって解説したりとか。でもその別に解説ずっとしてるわけじゃないし、シーズン通して見てるわけじゃないから、はい、それはもう失礼ですから、たまにそうオファーがあったら行きますけども、まあ、単発で、ね、そういうことそういうこと合わないですよね。だから合わないんです。サッカー現場でもね B 級ライセンスかな多分かなり前あれももう2000あれさあといつよ 10とか11ぐらい。いや本当 B だよね。その後 A 行って S まで行ってる。そうそう行ってる行ってる。 B で多分一緒だったんだよね。10年前ぐらいだ、うん、じゃあ多分試合行くとまあいたりして、うん合うんだろうけど、うん、まあ行ってないからさ、うん、連絡先とかっていうのはもう皆さんこう知ってるんですか。知らない。知らないんですね。ここは知ってますけど、はい、俺だってこの年代で知ってんのをヒデ、うん、ジョー2人ヨシカ、ヨシカ多分。ああヨシカ、うん、ヨシカいた。遠藤明、遠藤明ね。でも別にそんな久々って感じもしなかったっていうのが ね、 だからずっとねこうサッカー仲間としてね。それはあるんだよね。だってこの前の先輩方もめちゃ久しぶりだからね、はい、まあ、岡野君は番組来てくれたけど、うんはい、元なんかも結構久々よ俺同じチームだけど、もう現場にいますもんね元さんも。まあ、キーちゃんだって別にそうもう本当結構久々だし、え合わないの仕事で。いや合わない。いやキーちゃんもそんなさなんていうのこうバラエティみたいなあんまそんな出る人じゃないでしょ。あのあとあったけど仕事で、うん、意外と合わないですよ。まあ、伊藤さんと白井さんは全く覚えてなかったと当時のことを、うん、皆さんは
どうですか。でも沖縄の合宿のやつはなんか僕は覚えてます。覚えてる。覚えてます。ちょっとあのゾンさんたちがこういろいろやってたのは覚えて、外行って外行ってとか、ね、次の日偉い感じになってたんですね。そうです。そういうのは覚えてる。そういうのは覚えてるんですよ。あこういうのはね。だから、はい、田中さんと服部さんって どっち側にいたんですか。僕は行かない組だった。行かない組。行かない組です。僕らはい。ゾンさんとかはねやっぱりすごい体力あるんで元気だな、元気だなと思って。あのクソ暑い、はい、沖縄暑いで、沖縄ね、沖縄暑いのに、そう動くは行くな、すごいと思いましたよ。確か暑かった、すっごい暑いんですけど、はい、俺とジョーとヒロナがいたな、うん、でもそんな感じだったかな。吉勝別口だった。吉勝はその時は行った。そうだ、じゃあ吉勝が死んでたもん、ね、そうだ、吉勝がなんか威張ってましたね、うん、練習で、ね、あいつでも行くんだと思って俺はそうそうそう、その時行ったんだよ。庄司が誘ったんじゃないかな。ああそうなんですね。ああ行こうよっつって、ね、だから珍しいよね。珍しいですよ。だから行くイメージなかったのに。確かに、うん、ああ確かに。行ったんだと思って。確かに。でも西野さんはなんか優等生って言ってましたからね。それは見る目か。ね、それは鈍感力だから。だから俺は多分表向きはなんか別にそんな、うん、なんとなく気づいてるけどそんなにって感じだったと思うんだよね。うんうん、まあ、うまかったんだね。そう、多分そうそうそう。うん、そう、 そうだと思う。こっちを見てて面白かったです。だからあうまく騙してんなみたいなとか、うん、こう帰ってきた人とかもこっちは見てるんだけどスタッフ見てないから、うん、あこれでうまくいくかとか、そう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 、まあ、そんな感じで。いやそうだと思うよ。だ西野さんはそんなにあれだけど、うん、山本さんなんとなくやっぱりその辺はこううまく、ね、分かってる部分も多分あって、ある程度探りとかね、言ってくる時あるもんね。この間の伊藤さんがこう忘れていたこう部屋割りはこう皆さんはあの覚えてらっしゃいます。覚えてます。僕ね道木あの話題の話題の道木と一緒。一緒。ミッチーはおとなしいですもんね。うん、めちゃくちゃおとなしい。もう部屋で存在あるような、ね。ああ、そうだね。まあ本当のんびり。のんびりですね。マコは？僕はあの実はあのテル君とあの白井君の動画を見させてもらって。いやいやそんなことある？いやまあマジで。2週間以上いたけどな。いやそうよ、うん。覚えてないですよ本当に。だって別に。100人いるわけじゃないから、はい、そのある程度絞られたメンバーでこうやって名前見て思いえそうだから多分ね白井君とヒデさんが一緒だったんですよ。そこは覚えてるんです、仲良かったから、うんね、俺はね多分上見かとしみ君だと思うんですよ。あーその辺じゃない。だからあの今度この番組で僕誰だったら相棒誰だったら確かにちょっとマジで覚えてない。本当覚えてないですよ。だから僕は部屋で雑誌読んで、もう練習終わって、湯船使って、雑誌読んで、っていうのは覚えてるんですよ、うん、でも誰と喋ったかは全く、で、アトランタの本番行った時は、直樹なんですよ。それは覚えてます。本大会、本大会、ね、このアジア予選だけは思いつかないですよ。これからもし、もしそう他の選手に会えたら、うん、言ってください。確認していきますよ、はい、そうですよ。ということでしょ、はい。部屋ではこう例えば服部さんとかはこうどんなお話をしてたんですか、道木さんとかと。いや、多分あんましてないかな。でもやっぱ娯楽なかったから本とか持ってって割と本とか読んでた。今みたいにこういろんなものが揃ってるわけじゃないから、うん、我らの頃はなんか別にゲームすごいやるわけでもないし、はい、うん、雑誌とか本当音楽聴いてとかね、そうそんな感じでしたよね、うん、じゃあヒデとか何に話すんですか。あいつだからなんか本読んでたり、あの結構一人が好きじゃないですか、あいつ。そうイタリア語の勉強とかしてたり、あいつ質問してきたり、あもうゾノさんにいろいろ聞いて、うん、そうそうそう、この時まだゾノさんだった。ゾノもういや来た時から1回も3話呼ばれてないの。でも確かにあでもハットもハットでしょ、絶対そう、うん、そのユースの時はどうだったの、マコとかに。もうマコです、マコです、まあ、そうでしょ。でもヒデはなんかこうやっぱり一匹狼みたいな感じだったから、うん、あんまり進まなかったですね。なんか一緒に洗濯行こうぜとかって行く、うん、言うじゃないですか、うん、俺いいとかっつって断られちゃうから、俺いいでしょ、俺そうです、イントネーションがね、静岡の山田さん、俺いいっつって。まあ静岡と山田さん似てるんでね、俺なんですよね、俺いい、そうね、俺いいなんだよね、はい、そう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 、だからなんで行く、連れねえなっつって、うんうん、でもまあね、ゾウさんとか上の人たちはあいつ喋るから、ああまあまあそうね、そうちょうど良かったんじゃないか、ね、俺ぐらいのバランスの方が、はい、なんか一番最後に入ってきた感じだもんね、そうですね、うん、まあ年下だし、うん、年下だし、なんかあのキャプテン決めるとき服部さんと前園さんと小倉さんで、うん、覚えてる、覚えてる、覚えてらっしゃ、覚えてない、いや覚えてるよそれは、うん、もちろん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 。小倉さんはなんか結構そのびっくりというか、服部さんはその時こう、でもやっぱね、オグだと思ってた、あ
言ったでしょ、言ったでしょ。それであ、ゾノなんだと思ってで、その後ね、ちょっと覚えてないけど、まさくにさんかな、うん、ちょっと首輪つけるじゃないけど、うん、そうやってやらせた方が、うん、あいつチームのためにやるだろう、責任感みたいな、うん、あ、そういう作戦だなと、うん、だからもうゾノをこうね、立てて、だからびっくりしたのは、一番びっくりしたのは俺だからね、だってキャラじゃないのに、そう、もう絶対俺じゃないと思ってたから。まあ、ハットはまあもうなんかそれっぽいじゃない、まあ、キャラ、ね、まあまあ、うん、結局それっぽいキャプテン やってたのハットだから、なんとなくこう、うん、なんとなく相当考えたと思う。一人のソロのプレイヤーで置いといたら、うん、すごいことするかもしれないけど、うん、全然やんなかったし、うん、絶対そうだと思う西野さん俺どう、まあ、このリスクどうって考えた時にそこを考えたんだろうね。キャプテンやらせとけば、うん、これ任せとけば、うん、やんじゃねえかっていう、巻き込むんじゃねえかっ、それはそれでまたリスクあっただろうけどね、うん、まあ考えたんだろうね、うん、でそれでダメだったらまあオグでいいやとか、多分それぐらいの感じだったかもしれない、うん、最初ね、分かんない、一回聞いてみたいな、まあ、プレーではもう、プレーはね、もう抜けてた、本当抜けてたから、うん、まあ、みんなだからびっくりしたんですよ、やっぱりその時は本当に。でも俺らは下は全然びっくりしないですよ。あ、そう、うん、別にゾーンさんかオグかハットだろうなっていう感覚、まあ、ここはだってハットとオグはそれっぽいじゃん、なんとなく、うん、でもな、なんていうの、やっぱりもうキャラが立ってるじゃないですか、うん、だからもうチームのね、プレーで引っ張ってるっていうところでは別にゾノさんでもおかしくないなっていうのは、うん、影響力あったからね、そうそうそう、うん、やっぱり発信することプレーとかでもそこに かけたんだろうね、ちょっと鈍感力だからちょっと雑に扱いすぎですよ自分で言ってたからね、ゾノさん西野さんと話すときって前園さんと西野さんみたいななんか近い感じというか、いじったりできるような、いやでも若い頃はいじれなかった、ね、その当時は無理だったよ、うん、俺もやっぱり、うんうん、そのいじる感じでは全然ないよ ね、うん、そうですね、いじるはしないですけど、うん、たまにおかしなことたまにね、そうな冗談をね、冗談を言うんですよね、真顔でね、はい、そうそう、だからそれがなんかどっちなのか本気なのかね、うん、冗談なのかわからないです、今だったらそういうちょっといじるじゃないけどちょっと対応できるけど、その頃ははい、そういうのはできなかったよ、やっぱり。でちょっとここから、まあ、アジア最終予選のところでこう印象に残る試合とか、ルーさんにとってかっこいいとは、ベリーディフィカルトなクエスチョンなんだけど、ワンワードでスピークするとノーギブアップってことかな。中身がないって、髪の毛はあるよ、ウルトラ育毛剤キャップアップ。それこそ初戦はあれですか、田中さんしか、俺はスタンドで見てた。なんか初戦はなんかみんなやっぱりね、まあ、ゾーンさんのもいないというのもあって硬かった感じはありましたよね。うん、じゃあもうエラクも弱くはなかったから、いや強かったと思うよ、強かったから、強かった、うん、鎌本さんの時のいわゆるこうオリンピックから間が空いてこう出るっていうところのなんかプレッシャーとかそういう感覚みたいのも、いやプレッシャーはね意外となんか僕はなかったです。なんか28年ぶり出たね、28年ぶりっていう話はしてて出てやろうみたいな感じではいました僕は。はい、俺ね実はこれ3試合出てないのよ、リハビリしてて、うん、で3試合出てなくてそれずっと見てて、うん、まあ、出てえなと思ってて、うん、まあ、最後2試合だけポンポンって出してもらったんだけど、うん、で僕らの時ってあのユースから西野さんとやってて、でユースの時に3位で終わって韓国に負けて、あったからなんとか勝ちたいなっていう気持ちあったけど、プレッシャーっていう感じじゃなかった、うん、やっぱりチャレンジャーのつもりの方が多かったかな、うん、基本的には。でもとにかく出たいっていう気持ちは強かった、まあ、周りは28年ぶりっていうで、まあ、J リーグ開幕したし、まあ、ちょっとこう期待をしてる部分もあったけど、まあ、多分やってる我々は、まあ、その28年前のことはそんなに知らないから、うん、逆に言うと自分たちが何かやってやろうという気持ちは何かあったかな、多分みんなそれはあったんじゃないかな。そうです ね、 なんか変えてやろうみたいな、この世代で変えてやるっていう、はい、やれるでしょっていうような。え、ハットさ、うん、サウジ戦からだっけ。そう、もうギリギリで、その時結構もう一か八かみたいな感じで、うん、なんかこう試合ずっとやっていくとこういう波あるけど、うん、リハビリから来たら1試合ぐらい調子いい時あるじゃん、うん、みたいな雰囲気で、うん、あのメディカのナズーとか、うん、あのまさかりさんとかだけど西田さんもそうだけど、で行こうみたいな感じになって、うんうん、なんかこう個人的にこう印象深いこう試合とか瞬間とかって。俺ね、あのヒデのシュート、オマーン戦なら多分こう4点目の、あのキーパー出てきて叩いたシュートある、うん、あれ見た時にあこいつ本当うめんだなと思って、うんうんうん、下にねわざと転がして、うん、そう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 、あこいつ本当うめえなって思ったし、うんうん、今思えばやっぱヒデはやっぱその時からすごかったな、うん、19だからね、うん、19だよあれは。でもまあ
前園さんがいたから安心してみてましたまあでも広永もね、それにこういいクッションになってて確かに広永いたね。広永すごかった。いやすごかったよ、うん、意外にさばいてたんですよあいつ。え、多分さ、うん、身体能力的に言うと一番高いんじゃない。高い。そうね、でもちょっとチャラい部分があったからなんか周りにお前信頼されない部分があったんですけど。そうね、はい、無理聞いたしね、うん、いい選手だね本当。前園さんとかはどうですか。まずだから初戦出れなかったやつがやっぱりちょっとこうそういう、まあ、出るつもりでいたけど出れなくてちょっとこう ベンチじゃないやのスタンドでちょっとこう心配な不安感があった、うん、でもイラク多分今日強かったんですよ、うん、でもここかこれ11これはなんか次に行けるなっていうなんかこう自信が持てた試合でもあったし、うん、まあ、ここで決まっちゃったから、うん、まあ、決めた後のこの韓国戦がちょっとね、うん、やっぱ気持ち的にね、そうすごい難しかった。もちろん決勝だし勝ちたいし相手韓国だしっていう思いもありながらやっぱここはピークだったから、うん、まあ、ある意味そのオリンピックを決めるっていうところの、うん、あの庄司がオーバーヘッドかな。そうですね、オーバーヘッドです。うん、でもそれはすっげえ印象に残ってる、ね、取られてすぐパーンつってこうニアンとこに、うん、あれすごかったですね。ねえ、でも難しい試合だよね。難しかった、うん、ある意味目的というか目標は達成して突破っていうのが決まった後の試合で、うん、当然これセントラルで一発勝負ですから、はい、まあ、今考えるとまあすげえなと思うんだけど、ね、もう終わりだもんね。怖いよね。怖いよね。3チーム受けたんで3位決定戦で、まあ、結局サウジが勝っていったんですけど、そっちはとにかく行きたくないっていう感じだったもんね。そう、うん、そこ行ったら厳しいんじゃないかっていうのも、うんうん、だからここで勝たないとっていうのは、うんうね、みんな、まあ、監督も言ってたし、このドサリがねすげえあの植え込まれたから、うん、もう本当にすごい。こいつ、うん、ドサリを白井さんでしょ。真ん中ですよね。白井マンツーマンまあでももうドサリはほらなんかすごかったじゃん、まあ、そうです。映像見たらちょっとビビった感じはあったんですけど、この2点はすごかったね。すごいし、やっぱ出てからゾンさんのやっぱり勢い、うん、まあ庄司もそうだったけど、なんか前線の選手は結構ね貧者にいける力っていうのがねすごい頼もしいなっていう感じで見てましたね。後ろでは僕ら下っ端なんでなんとか守らなきゃなんないっていうね思いでそうそうです本当。まあでもちょっとなんかその時間がやっぱり、まあ、立ち上がり早かった。そうこれ、うん、結構ね後ろとしては結構安心感の余裕ができたんですよ、うん、なんかちょっと余裕できて、うん、でまあ後半もまあ先取ったんだけどちょっとなんかこっから長かったような感じがやっぱり、ね、いやちょっとやっぱ受けた、ね、そうだよね、受けたとかバテてきたとか、うん、難しい。それちょっと後ろ重くなってやっぱ向こうの攻撃どんどん食らうので、うん、攻撃があんまできなくなった。そうですね。前園さんもあれですよね、その時間を稼ぐために、うん、あのコーナーであったね、滑ったやつ、うん、下手な小芝居あれ本当は滑ったんですね。いや本当だよ。本当滑ったんですかね。本当っていうかちゃんと考えて滑った。あ、考えてますね。だからすごいわ。すごい。そうですよ。すごい。でもあの頃なんかそういうのは言われてたじゃん、うんうん、結構そのまあ水分だったり、まあまあ、そういうのちょっと休めとか、はい。俺多分当時はね、本当にゾンさんこけたんだって思ってなかったですよ。まあ、俺本当もう必死だったから。俺は助かったなと思ってた。ほら本当に。あの間でこけないよ普通。で俺はタータンだから。こけたんだ。分かってないな。本当にそれで一息を。あれで一息を。一息が大事なんですよ。それが俺は助かった。そう。一回ちょっと落ちた。言えなかったですね、僕は。すみません。うん、まあでも それがまあどれだけ影響したか分かんないけど、うん、本当に多分数秒だと思うし、うん、本当チームの勝利のために今一番何すればいいかっていうのはあそこでやったっていうのは、うんうんうん、すげえな。一応もう一回その映像を見直して、その試合を。なんか前園さんがこう叫んでるシーンみたいな。いつも叫んでたでしょ、うん、いつも鼓舞してたでしょ、別にその試合だけじゃなくてどうした何食いついたの、どうしたその試合だけってなんかこの試合だけ毎回そうでしたよ、全部やってましたよって。やっぱ抜かれるシーンは多分すっごい良かったと思う、うん、もう映像的にも、うん、カメラもそんな昔多かったわけじゃないし、うん、だからでも普段からやってたかな、どうまあだからでも、まあ、まあこういうちょっと余裕のある試合は別にあれだろうけど、うん、まあそれだけなんかやっぱりあれだったんじゃないかな。いやでも今週はもうすごいみんな気持ちも入ってる中でやっぱキャプテンでやってましたよ、うんうんうん、決まった後っていうのはどういうこう心境なんですか。そのいやなんか泣いてたみんな、うんうん、もう嬉しくて、まあ、うんそうだね。ヒデ以外かな、うん、ああヒデは淡々としたんじゃないかな。なかなか抱き合った覚えは、うん、そうだね。だゾウさんとかもなんか俺なんか抱き合った覚えはありますよ。そう最後みんなで多分ベンチからも出てきて、うんうん、苦しかった分やっぱりその反動は絶対あったんです。まあもちろんね目標としてやってきたっていうのもあって、なかなかね
こう、うん、喜んで泣くってなかったからすごいいい、ね、経験というか、うんうん、でその後あれ先ほどちょっとありましたけども、はい、少しこう燃え尽き症候群的なやつですか、その韓国戦、まあ、だから難しい試合だったと思う、うん、そのピークを迎えてっていう、優勝ねできたらいいけどしなきゃいけないと、うん、またちょっとそうすると、はい、そう、まあでも西野さんがどういうミーティングしたかな、ちょっと俺記憶ないですね、うん、どうやって火つけなきゃダメなのこいつだと思ってたと思うよ、それは監督コーチングスタッフもみんなそこでこうガッとこうなったから、はい、サウジアラビア戦の後でね、難しい試合ではあったと思う、うん、勝ちにはでもあれですもんね、行ってはいってます、もちろんもちろん、はい、ってかやっぱ選手は素直だからピッチだったら勝ちたいんですよ、もちろんもちろんだからやっぱもう全力ではやってるんですけど、多分どっかでその、うん、本当のその前の試合の集中力とか、うん、本当のボール半歩とかボール1個とかそういうところはもしかしたらちょっと薄かったかもしれない、うん、そうね、サウジ戦とはちょっとまた違ったかもね、うん、西野さんとのその決勝の時の会話みたいのっていうのなんか覚えてたりしますか。いや覚えてるよ、全然覚えてないいやそれはちょっと覚えてないわ、うん、だって全部も覚えてないもん、そのこの間の細かいミーティングをどうしたかとかさ、うん、覚えてない基本的に中2日だったよね、なんか多分それぐらいだと思うんですよ、多分3日とかなかったと思うんだよ、中2日のスケジュールで、まあ、試合終わったら、まあ、クールダウン休めて、だからもう練習というか、まあ、次はちょっと準備し軽く準備して試合っていう感じだったから、まあ、ミーティングとか覚えてないですよね、本当ね、こういうのミーティングってさ試合の当日行く前にはやるじゃない、はい、前の人が別に やんなかった、前の人はやってないですね、でもサウジの時なんか映像見たんだっけ、うん、だからもしかしてここ1日多かったとかかもしれないし、うん、日程調べればあれだけです、うん、でもなんかポジションごと呼ばれませんでしたサウジ、あったな、なんかえだからドサリをどうするかっていう話で、うん、えなんかあった気するねそれ、うん、あそれはディフェンス、ディフェンス中心かもしれない、だからキーパーとか、うん、最終ラインに近いところは、そうだからこのドサリの情報を、うん、まあ、だってマンツーマンでその白井をつけるって、まあその前ないからね、そうです、まあシステムちょっとそこ でこういう選手やっぱりアルカつけるからこう守るっていう、うん、ビデオを見たような見てないような、うんうん、それだから西野さんを呼んで検証しないと、はい、山本さんとかね、山本さんとか、はい、俺は覚えてないな、まあまあ前はもしかしたらいなかったような気がするんです、うん、なかったかもしれない、うんうん、全体でこうビデオを見るってそんな、そうなんかあんまり今までなかったわけ、試合当時ね、当時はなんかねこう分析ビデオとか、うん、そんなないじゃないですか、うん、ないないない、覚えてないね、しかし、うん、まあでもそういうもんですよ、うん、全部は覚えてないし、うん、対戦国をこう見た時ってこうどういうこう印象、あ本大会の話、はい、あの時のジュニーニョはもう結構ナンバーワンぐらいだったよね、よかった、全然取れないファールして止めようと思っても止まらない、うん、俺フラビオコンセンスは結構来てて、うん、やっぱ抜けなかったもんね、うん、西野さんは怒ってたのよ、ハーフタイム、うんうん、ハーフタイムの時に西野さんが言って、うん、ちょっとこれ変えてくんないですかって言ったので、どういうこと